はい、ではマルチモーダル学習の、まあ、今日はほとんど概要なんですけども、まあ、その説明をして、まあ、皆さんに興味持っていただきたいと思います。よいしょ。まず、その言語処理におけるマルチモーダル学習って結局何やってるのかというのをまあ説明させていただきます。で、まあ、マルチモーダルってまず何なのよって話なんですけども、これはまあ複数のモダリティ、まあ、これモダリティってちょっと分かんないと思うんですけども、例えば言語っていうものもモダリティで、音声っていうのがあったりとか、あとは画像っていうのがあったりとか、そういう形のものをまあモダリティっていうんですけども、この複数のモダリティを含んだ処理をまあしてモデルを作るよっていうのが大体このマルチモーダル学習の主となってます。で、まあ結構その今流行り の、 その人工知能とか使って、まあ、言語処理したいよっていうのが今流行ってる、まあすごい流行ってると思うんですけども、まあせっかくするのであれば、その今すごい他の分野で一番精度が出てるのって、例えば画像っていうのはそのもうすごい精度が出てるんですよ。 90% だったりとかって、まあそういう情報も使いたいよねっていうことで、まあ、マルチモーダル言語処理にどう応用していくのかっていう感じで考えていきたいと思います。で、まあその例としては、まあその大訳コーパスに、まあ、画像情報を付加して機械翻訳の曖昧性っていうのを解消してあげるような感じのもので、もうすでになんかこの間の、まあ、学会とかでも結構使われてたりしました。よいしょ。で、まあマルチモーダル学習のタスクとしては、まあいっぱいあるんですけども、結構有名なタスクとしては、まあこのリップリーディング、唇の画像から何を話しているのか推定するっていうのがあります。まあ読唇術ってやつですね。まあでもこれは結構一番初めの方のマルチモーダル学習、もう本当に1980年とか90年代にすごい流行ったものでして、今は結構考えられているのは、その手話を言語情報に置き換えるものだとか、テキストの情報からどんな画像を調べたいのかっていうのを推定するタスクだったりとか、まあ、画像からその内容を、まあ、話している内容とその顔の、まあ、表情とかを見たりして感情を推定するとか、映像からリアルタイムで実況を生成するみたいなのが、まあ、マルチモーダル学習でその自然言語処理を扱っている分野では結構使われている感じです。で、まあ、画像説明、まあ、生成説明、画像説明生成ですねの分野では、例えばこんな、まあこういう黒い服の人がなんかこうやってるようなのがあったら、マン・イン・ザ・ブラック・シャーツ・イズ・プレイング・ギターみたいな感じで、まあ作ってあげたいっていうのが、まあ、このタスクの目標で、まあそれどうやるのっていうのは、まあ、エンコーダー・デコーダーモデルですね。で、まあ、CNN の画像のエンコーダーを、まあ、RNN のテキストのデコーダーとこうくっつけちゃって、でその誤差を、まあ、結構前までやってたその逆伝播法をうまく用いて CNN までフィードバックさせて学習させるよっていう形のが今結構使われてます。で、他にも、まあ、動画っていうのを一個一個の時系列に見てあげて、それを、まあ、こう区切ってあげるんですね。区切ってあげると、まあ、動画一個一個停止させて見せれば、まあ、画像として処理できるじゃないですか。で、その画像を画像ごとに、まあ、その CNN 使って特徴量っていうのを抽出してあげて、それを、まあ、時系列データとして RNN に入力してあげると、まあ、その動画のキャプショニング、まあ、中心こういう説明をつけるみたいなことが結構できるんじゃないかって感じでやられてます。で、まあこういうのに結構チーナとかテンセルフローで実装されてるっていった、まあ、印象を自分は持ってます。他にも、まあちょっとこれは関係、言語処理関係あるのかなって感じなんですけども、まああれですね、ちょっとここ上の分ちょっとおかしくなってるんですけども、まあその画像のスタイルを変更する、例えば、まあ、有名なやつだとドックに、ドックをキャットにしたいみたいなやつで、まあ、ギャンをこううまく使ってあげて、画像をどんどん変換させてあげるっていうのは結構有名なんですけども、例えば、動物に、クマに、しましまの情報を付与
してあげてパンダを作るみたいなものとか、もう本当に顔を、まあ、ラーメンの形に変えていくみたいな、そういった画像スタイル変化でも、まあ、ちょっとだけですけど言語情報が使われたりっていうのをします。で、まあ、これ以外にも例えばマルチモーダルで対話応答などの問題などが、まあ、あるんですけども、結構そこで問題となっているのは結構中身の理解が必要だよっていうことで、結構そういう画像とか使われたりします。で、まあ、そういうマルチモーダルなんですけども、その学習の問題点として、まあ、リアルタイムで実況を生成するタスクの場合は、まあ、モーダルリアルタイムでやっていくんですけども、画像と文なので、まあ、特徴量本当に合ってるのかっていう問題点があります。なんでそこをまあどう定義してあげるかで、まあ、さらに出てきたデータを、まあ、大体今人手でやってたりするんですけども、これをまあ自動評価とかでやってあげればもっと学習が楽になるわけじゃないですか。なので、まあ、評価をどうやってあげればいいのかみたいなものとか、たくさんの情報、もう複数のモダリティ、例えばもう五感ってあるじゃないですか、人間の五感使って一個の概念を取得するみたいなことが予測できないかみたいな感じで、そういう問題が上がってたりとか、あとはモダリティ間の知識の転移っていうのを行えないかっていうことで、まあ、こういったような問題が現状今起こっていると考えられます。で、まあ、今後の展開としましては、まあ、これはちょっとロボティクスの応用ですね。まあ、ビジョン&ランゲージナビゲーションっていって、ロボットがとある部屋に、例えばまあこの研究室内にいて、ここからまあ外に出たいよっていう時に、言語情報と画像情報をうまく使ってあげて、ロボットを外まで誘導させてあげるといったようなものタスクで結構期待されて、でこの間の年次大会でも結構発表がありました。また、まあ、音声などの特徴を用いて生体認識してあげよう、まあ、人それぞれによって声が違ったりとか、この話し方のテンポが違ったりっていうのがあるので、そういうのをさらに、まあ、時系列で言語を見てあげて生体認識などのタスクでも使えるんじゃないかっていうことで、結構期待されている分野となってます。以上で発表を終わらせていただきます。参考として、こちらの資料を参考にさせていただきました。ありがとうございます。